人生のミサはイギリスの作曲家フレデリック・ディー・リアスが1905年に完成した合唱曲。第2部のみの初演が1908年にミュンヘンで行われ、翌1909年にロンドンにおいてトーマス・ビーチャムの指揮で全曲が初演された。フリードリ・ヒニーチェ作のサラトゥストラはこう語ったに基づき歌詞はドイツ語で書かれている。 ディーリアスは1898年にも、同書の、真夜中の歌ミッドナイトソング還元楽と、男性合唱のための楽曲を作曲しており、これは改作されてこのミサ曲の一部となった。ニーチェの作品からテクストを選定するにあたっては、指揮者のフリッツ・カッシーラーが重要な役割を果たしており、曲はカッシーラーに検定されている。この曲は、ディリアスの演奏作品では、 最大のもので、ソプラノ、アルト、テノール、バスの4人の読唱者、2群の合唱と還元楽のために書かれている。日本書演は1976年9月15日に東京厚生年金会館で行われた。読唱者、合唱フルートさんオーボエさん、イングリッシュホルン、バスオーボエ、クラリネットさん、バスクラリネット、ファゴットさん、ホルン6、トランペット4。 トロンボーンさん、チューバ、打楽器、ハープに、言語部約135分。ありがとうございます。